どうもこんにちは。今回は中国の電気自動車専門ブランドであるオラが新型電気自動車としてバレーキャットと名付けられたハッチバックを発売しながらフォルクスワーゲンのビートルに極めて酷似しているデザインであることから大きな物議を醸す一方で、その一方でキュートなデザインとしてそのターゲット層にも注目が集まっているという中国の最新電気自動車に関してを徹底的にレポートしていきたいと思います。まず今回のオラに関してですが、中国の自動車メーカーであるグレートウォールモーターが傘下を収める電気自動車専門ブランドとなっており、すでに格安小型電気自動車としてホワイトキャットおよびブラックキャットという車種をラインナップすることで一定の販売台数を達成していたわけですが、その3車種目の新型電気自動車としてグッドキャットという電気自動車を2020年末から発売をスタートし、こちらのグッドキャットに関してはすでに本チャンネルにおいてはいいこととなく解説したコンパクトハッチバックセグメントの車種でありますが、その扱いやすいサイズ感やデザインセンスの高さ、何より電気自動車としての質の高さとコスパの高さも相まって本チャンネルの予想通り2021年における中国国内の電気自動車の人気車種ランキングでトップクラスにランクイン。しかもそれをチャンスと捉えてグレートウォールは一気に海外市場にも参入を表明、特に東南アジアであるタイ市場において車両生産工場すらローンチし、このグッドキャットを限りに一気に電気自動車の販売を拡充する方針すら示してきたということなのです。ちなみにですが、そのグッドキャットに関してはいよいよ電気自動車の需要が急上昇しているヨーロッパ市場に対しても導入することを表明し、ファンキーキャットと名前を変えて2022年の秋頃にも実際の納車をスタートさせる方針も表明済み、既に予約注文受付ですらいますので、果たして中国国内でスマッシュヒットを記録したグッドキャットが電気自動車の本場でもある欧州市場においてどれほど受け入れられるのかにも注目することができそうです。そしてそのような背景において今回新たに明らかになってきたことというのが、その電気自動車専門ブランドであるオラが新型電気自動車のワールドプレミアを開催してきたということで、それがバレーキャットと名付けられたグッドキャットと同じくハッチバックタイプの電気自動車となっており、こちらを見てもお分かりの通り非常に奇抜なルックスでありながら、実はフォルクスワーゲンの往年の名車でもあるビートルを非常に彷彿とさせるデザインであるわけで、実際にこのように比較してみると確かにサイズ感としては今回のバレーキャットの方が一回り大きいことは間違いないながら、全体的なフォルムとしても非常に似通っていると感じる方も少なくないでしょうから、一部ではビートルのパクリではないかとして物議を醸している状況ともなっています。それでは今回はこのオラの新型電気自動車として発表されたバレーキャットに関して、特に電気自動車としての質を中心に一挙に紹介していきたいわけですが、まずはじめに今回のバレーキャットに関しては搭載バッテリー容量およびそのオプション装備内容によって全部で4種類がラインナップされているわけですが、最も注目するべきはそのグレード別の名称となっていて、エントリーグレードから順にアリスエディション、くるみ割り人形エディション、眠れる森の美女エディション、そして最上級グレードの白鳥の湖エディションと、そのネーミングセンスが特徴的となっているのです。というのも今回のバレーキャットに関してはすでに察しがいい方はお気づきの通り、完全に女性をターゲットにし、そこに全振りしてきている電気自動車であるわけで、それこそそのインテリアのカラーリングに関してもパステルカラーをふんだんに採用していることで非常にキュートな印象を抱きますし、例えばこちらのミラーに関してもミラーの周りが光る形式を採用することで化粧鏡として活用することすら可能、さらにセンターコンソール部分に関してもその化粧道具などの小物をうまく収納することができるように工夫が凝らされているなど、いずれにしても女性向けの電気自動車として設計開発されている。よってそのグレード別の名称についてもこのようなキュートな名称が付けられているということなのです。そしてその搭載バッテリー容量に関してですが、 50kWh 弱というバッテリーと 60.5kWh という合計2種類のバッテリー容量をラインナップしながら、そのバッテリー容量に依存する満充電あたりの航続距離に関してですが、中国で一般的に採用されている CLTC サイクルにおいて最大 500km と実用的な航続距離を確保、その一方で高速道路を時速 100km でクーラーをつけても達成可能であるというような実用使いにおいて最も信用に値する EPS サイクルベースの航続距離に変換してみると、現状概算値とはなるものの最長でも360キロ程度というようなスペックとなりそうですが、それでも東京満充電で出発すると名古屋仙台新潟へ途中充電をせずに到着することができてしまうような航続距離、それこそ日本で最も売れている電気自動車である日産リーフの最上級グ
グレード E プラスの EPA 航続距離が2023年モデルでは最長346キロであると考えてみると、そのリーフ E プラスと同等レベルの航続距離であるとイメージしていただければ、多くの方にとって必要十分な航続距離を達成しているということになると思います。また充電性能に関してですが、こちらは公式にはアナウンスされていないものの、その搭載バッテリーの種類が中国のゴーションハイテク製の LFP であることが既に判明し、そのエネルギー密度、そして搭載バッテリー容量の数値を見てみても、既に発売中であるグッドキャットと全く同じバッテリーを流用していることが伺えますので、おそらく充電性能も全く同様の挙動を示すことから、おおむね最大で 80kW という充電出力に対応可能、充電材料 10% から 80% 充電するまでに45分程度と、長距離をガンガン走行するような電気自動車であるとは言いにくい。その一方で水冷式のバッテリーの温度管理機構が搭載されていることから、繰り返しの急速充電にも対応することができる。この点はバレーキャットを購入する上で重要な判断材料になり得るのかもしれません。ちなみにですが、今回のバレーキャットに搭載されているバッテリーセルに関しては、先ほども説明したように中国のゴーションハイテックというバッテリーサプライヤーから調達しているわけですが、特に耐久性や安全性に優れ、なんといっても安価に調達可能な LFP を採用することができている。その LFP を採用しながら EPA 航続距離においても必要にして十分な航続距離を達成することに成功している。特にバッテリーのエネルギー密度の数値を見るだけでも、競合である CATL や BYD に勝るとも劣らないスペックの高いバッテリーセルを採用。このことが電気自動車としての質とコストのバランスを取れている要因であると推測することができるでしょう。また最高出力が 126kW、 最大トルクが 260N と、こちらはグッドキャットと全く同様のモーターを利用していることが伺えることから、その加速性能も同等であると推測可能。ただしその車両重量に関してはグッドキャットよりも重いことから、こちらの0-100加速の数値よりもわずかに悪化している可能性が高そうであるということになりそうです。そしてその車両サイズに関してですが、全長が 4401mm、 全幅が 1867mm、 そしてホイールベースが 2750mm とコンパクトなサイズ感ながら、ホイールベースを長く確保することができている。よって車内スペースも広々としていることが伺えますから、サイズ感と実用性という両方をうまくバランスを取ることもできているように感じます。そして値段設定に関してですが、エントリーグレードにおいて19万3000元、日本に換算して388万円程度からのスタートと、この電気自動車としてのソリッドのスペックおよびインテリアの質感の高さ、コンセプトの一貫性など、確かにグッドキャットよりも高額とはなるものの、このバレーキャットに関しても一定の人気を獲得するものと推測することができそうです。ちなみにですが、今回のバレーキャットの内外装の質感を簡単に見ていくと、まずこの通り女性受けにトッププライオリティを置いた配色をはじめ、非常に質感が高いと感じますし、特に廉価モデルとなるグッドキャットに関しても、欧州市場の自動車ジャーナリストからそのインテリアに使用されている素材がソフトマテリアルが多いという賞賛を受けていたりしたくらいですから、より値段設定が上がったバレーキャットであれば、さらにその質感が向上していることも間違いないと考えられます。さらにキッズモードというモードを選択すると、赤ちゃんのための動揺が再生されたり、さらには車内カメラを通して後ろを振り返らなくともドライバーがタッチスクリーン上から後席のチャイルドシートで寝ている赤ちゃんの様子をリアルタイムで確認することも可能と、お母さんに優しい機能が用意されています。また自動駐車機能という駐車が苦手なドライバーに嬉しい機能だったり、さらにその車内カメラを使用してセルフィーを撮ることも可能。なんとその撮影されたセルフィーをあらかじめ連携しておいた SNS 上に自動で投稿することすらできてしまうという、まさに現代の SNS 時代を意識した特徴的な機能すら搭載されているという点は、中国の自動車メーカーの新しいものをガンガン取り入れるという姿勢が際立って見えるということになりそうです。ただし一点波紋を呼びそうな機能というのが、ウォームマンモードと名付けられた機能が存在するということで、それが女性が生理の際に使用するモードであると説明され、具体的にはそのモードをワンタッチで選択するだけで空調システムが暖房に切り替わったり、ステアリングヒーターが作動したりなど体を温めてくれる機能であるそうで、確かにその機能自体は別に女性の生理などに限らずも空調を一括で管理することができるという意味で重宝できる機能であるように見えるものの、果たしてこのご時世にそのような暖房モードを生理中の女性のため、ましてやウォームマンモード
温かい男が女性の生理に対して快適にさせるモードなのと、自動車メーカーが主張するのはさすがにいかがなものなのか。これがもし中国市場を飛び出して、それこそ欧州市場などでも同様の宣伝文句を主張すれば炎上案件間違いなし。危なっかしくて見ていられないのは私だけでしょうか。さらにもう一点、すでに大きな波紋を呼んでしまっているのが、冒頭も少し触れたデザインパクリ疑惑なわけで、というのもこのルックスを見て、おそらく私をはじめ多くの方がフォルクスワーゲンの往年の名車であるビートルに非常に似ているのではないかと感じていると思いますが、おそらくほぼ間違いなくビートルをオマージュしていることから、現状はフォルクスワーゲン側から正式な訴訟を起こされているという動きはないものの、もしかしたら今後販売台数が増えていったり、それこそグッドキャットと全く同じく欧州市場なんかでも販売をスタートさせるなんてことがあれば、フォルクスワーゲン側がデザイン盗用疑惑としてオラを相手取り訴訟を起こすなんて可能性もあるでしょうから、そのフォルクスワーゲンの動きについても今後最新情報をウォッチしていきたいとは思います。このようにして今回ついに発売された中国オラブランドのバレーキャットに関しては、特に女性をターゲットに据えて、その女性に好まれるようなインテリアのポップなデザイン、ミラーライトの演出、数々の機能など非常に作り込まれていることは間違いありませんし、もちろん電気自動車としての質に関しても、既に中国国内でスマッシュヒットを記録しながら、その勢いのままに東南アジアや欧州市場へも発売をスタートしているグッドキャットと同じようなスペックを実現していることからも、その販売台数にはかなり期待することが可能。なんといっても若年層の女性をターゲットにして爆発的な人気を誇っている超格安小型電気自動車の本がミニ EV の大成功もあることですから、果たしてこのバレーキャットがどれほどの販売台数を達成することができるのかに期待しながら注目していきたいと思います。中国製 EV、 いってらっしゃい。